はいどうもニキちゃんのお時間がやってまいりました。アップアップガールズかっこニキの森永ニーナとニクラミです。イエーイ。今日はですね、なんと私のメイク動画のコーナーにですね、あのゲストがいらっしゃいました。やったです。いいんですか。はい、ちょっとアミちゃんに今日メイクをさせていただけるということで、本当にあのワクワクしながら今日はやってまいりました。ということで本日はアミちゃんメイク動画なのにどうしてこの格好やねんということであのハロウィンが近いっていうことで、そうなんですね、アミちゃんに今日シーメイクをやっていきたいんですけど、なんかどんな感じがいいとかありますか。私はでもよくメンバーに顔が薄いって言われるので、なるほど、はい、なんか主張していきたいですね。主張していきたい、強めの顔で、目とかちっちゃいって言われるから、はい、主張していきたいですね。なるほど、かしこまりました。ではそんな感じになるようにいきましょう。せーの、レッツゴー。はい、それではやっていこうと思います。イイ、まず素顔のシルク感カラーベースを使っていきます。わー、え、青い、ね、そうね、青いのよこれ。でもね、顔が真っ青になるわけじゃなくて、なんかね、その顔の元々の色をこう考慮して白くしてくれるっていうね。すごい。ただその適量塗るとすごいいい感じに肌が綺麗な人になるんだけど、今回はキョンシーでちょっとこう、顔色悪いじゃん、うん、あいつらは。だからその顔色悪い感じを出すためにちょっと今日はね、塗りたくらしていただくね。おー、すごい、そういう使い方もできるんだ。そうですね。アミちゃんもともと肌が綺麗で白いんだけど、ね、こうやばい感じにしていきます。鼻の下ケーキ直して、ありがとう。上子でも前髪で隠れるかな、多分そんなに。はい、肌が白くなりました。で、こちらメイビリンフィットミーコンシーラーを使っていきます。はい、ミシャのクッションファンデーション、モイスチャーをクッションファンデーション。なんかすごい、アミちゃんはね、お化粧があまり濃くないイメージがありますね。よく化粧してるって言われる感じがする。塗りたくっています、今。ありがとう。目つぶってるけど見えるんです、アミちゃん。魔法ですね。うん、使えるんですか。うん、ありがとうございます。可愛いですね。プニプニしてます、可愛い。ちょっとプニプニしたい、こうやって。すいません、今プニプニしてました。はい。はい、こんな感じでポケモンブレストパウダー EV ですね。じゃあ、あの基本化粧品は、私があのハロウィンメイク動画を出した時のものを使用しています。え、なんかいろんな色が。そうなの、これさ、緑っぽいじゃん。うん、でさ、怖いじゃん、塗んの。めっちゃ緑やん。でも、普通に肌塗ると綺麗になるから。おー、すごい。ちょっとじゃあ、ちょっと目の部分塗るから。で、眉毛描くときに眉毛のところに塗ってあると描きやすくなるので、塗っていきましょう。痛くないですか。はい、大丈夫ですか。とてもサラサラしてます。あ、良かったです。はい、いい感じに。顔面真っ白だよ、みちゃん。どうなってんだろう。気になる？気になる。でもね、こっからあのアイメイクをしていくとどんどんいい感じになるので。次ですね、シェーディングをしていきます。あの、ひげ剃る。あ、それシェービングで。シェービングですね。はい、違う。こちらですね、シェーディングは顔に影を描いて、顔ちっちゃく見せるっていう、アートクラスバイロダンシェーディングですね。使っていきます。ありますか、こういうの。ないですね。じゃあぜひ。すごい、これは結構ね、有名なやつらしいよ。いきますね。そしたらこっちから行こう。顔の端から真ん中に行くように塗る。多分アミちゃんはそんなに縦幅を削るとね、変になっちゃいそうだから。顎もさ、長すぎず短すぎず、いいバランスですね。あら、次、ノーズシャドウですね。今はこう顎だったじゃないですか、それの鼻バージョンです。それ、ノーズシャドウ。ノーズシャドウパウダーです。ちょっとね、私もこれ最初使った時、なんかどういうこっちゃねんと思ったけど、割といい感じなの。私それ持ってるけど。本当？ノーズシャドウだって知らなかった。あらま。そうなんじゃ、ぜひ使ってみてください。アミちゃんとお揃いだったので、ぜひあのアミちゃん使ってみてください。すごい。鼻の高さは十分あるから、いい感じに眉毛の伸ばしていくと、なんかね、ここの高さがすごいあるから、めちゃくちゃ綺麗。ドキドキする。ドキドキする。可愛いな、アミちゃん。確かに。あとね、ハイライトっていう、その影をあった光があるみたいなのを綺麗にできるといいから。うん、アミちゃん。では鼻に塗るものなんです。そうです。これちょっと目にさ、やるやつかと思っててさ、アイシャドウみたいな。いい感じにシェーディング系をやりました。眉毛を描かせていただいていいですか。お願いします。こちらネイチャーリパブリック、こちら
バイプラワーウッドアイブロウ02番ディープブラウンというカラーですね。韓国のものになるんですけども、こちらね、いい感じにナチュラルに眉毛描けると思う。色鉛筆じゃん。そうなの。なんか色鉛筆もすごく、あ、痛くない？大丈夫？うん、大丈夫。なんか柔らかい、芯がめっちゃ柔らかくて、うん、こう顔に描ける、描いても大丈夫な、そうなってね。じゃあ色鉛筆で眉毛描くこともできる？めっちゃ硬いんだよ、多分芯が。そういうこと。そうそうそう。痛かって言ってね。はい。綺麗に描いたら良くなりそう。うん、最近メンバーに言われて、たまに眉毛を描くようになりました。なるほどね。それまで眉毛気にしたことなくて。そうなんだよね。最初さ、なんか眉毛ってみんなそんな気にしてるけど、なんか何があるんだろうってさ思うよね。うん。私も思ってた。やっぱあるとないだと結構印象変わるって思うよね。垢抜けるんだよね、眉毛綺麗に整えると、ふんふん、キリしっかり眉毛がキリ濃くなったかもしれない。次はなんだ。あの、眉マスカラっていうものがございますですね。マスカラ？そうなんです。マスカラ？そう、眉毛につけんねん。眉毛をその描いたこういうのの色になじませるようにっていうあれがあるんですね。すごい。こちらいつも使っている、サナエクセルアイブローマスカラです。眉毛長くなる。眉毛をカラーリングするみたいな感じ。あー、すごい。でもアミちゃん髪色明るいから多分、はい、この眉毛にね塗るんですよ。そうすると眉毛の色が塗られてる感じする。する。結構さ、ジョワジョワこう、うん、ジョワジョワ、すごい緊張する。で、一回描いたら後で綺麗にブラシで整えるので、一回乾くまで放置。なるほど。アイシャドウのお時間です。こちらですね、リセリシェジェミーリッチアイズ PK6 番でございます。とりあえずまずまぶたをやるので、この感じでお願いしますね。はい、お願いしますね。いきます。これは特にそのなんかこんな色になるとかっていうよりは、目の色を一回まず整えて、なんか綺麗にアイシャドウが乗るようにするっていうのが、なんていうんですか、濃ゆいピンク、あげこういうピンク色を使ってアミちゃんのまぶたに塗りたくていかせていただきます。アミちゃん多分ね、アイシャドウをしっかり目頭から入れるとね、いい感じになりそう。でもね、アミちゃんはアミちゃんのままがね、いいなって思う時もあんのよ。ちょっと目開けてみて。おーおー、いい感じ。もうちょっと濃くしちゃおう。いい感じ、キョンシーだ。どうですか、塗られてる感じは。でもなんか全然変わってるかわかんない。あ、確かに今変化を見てないから、鏡を見ない状態でアミちゃんにやってます。めっちゃドキドキしてる。でもさ、こんなさ広い幅でさ、アイシャドウ塗ることないんじゃない？え、ないないない。大丈夫大丈夫、いい感じ。締め上げてみて。ドキドキ。いい感じ。うんうん。今日はキョンシーっぽいメイクにするから、うん、ちょっといつもとは違うけど、ちょっとこの間袋をかけますね。ちょうど昨日そのハロウィンのイベントがあったじゃないですか、ライブというか。どうでした、キョンシーたちが。ほうちゃんさんと、うん、ちーこさんとまーちゃんさんでキョンシー組でしたけど、結構ピンクみたいな感じで。そうそうそう、可愛かった。なんてか、チークをめちゃくちゃ乗せてね、うん、可愛かったけど、でもそれとはちょっと違う感じにしたいから、ドキドキ。あとやっぱキョンシーっぽさ、うん、超キョンシー、キョンシー、なんかキョンシーがキョンシーしてるみたいな感じにしたいと思うのどや。あとね、ちょっとあざとかも描こうかなと思ってます。すごい。私あの昨日のそのイベントでですね、鼻血を出したんですね。出てたね。出したっていうか書いたんですよ、鼻血を。いや、そう、それはちょっと思ったんだけど、でもアミちゃんに鼻血は出せさせない。私はそれはダメだと思っているということで、まあ、そんな話をしつつ、こちらのブラウンのカラーの方で一回その目の周りを綺麗にしていきます。すごい、アミちゃん、どうなってんの、怖い。気持ちいいっぽい。ちょっとこういう感じで、なんかいつもナミちゃんじゃない。え、でもいつもナミちゃんにね、したくはないの、今日は。うわー、ドキドキー。こういう感じで、こういう感じで。ケイト、
ザ・アイカラー24番を使っていきます。これでさらにキョンシーっぽさっていうか、すっげえこれね暗い色なの、うん、これをブラシで取ってやっていきます。キョンシーってなんかこう目がこう丸くさ、うん、パンダみたいなさ感じがあるじゃん。だからそのこの赤茶っぽい上にちょっと丸くイメージでつけていくね。雨がすごいから目に入らないようにしないと。アミちゃんの大切なお目も守らないといけない。目ちっちゃいから大丈夫なんですよ。ちゃんとアミちゃんの大事なお目を我らは守る義務がある。アミちゃんは守られてていい。開けて。ほうほうほう。月さん、開けね。おー、なにキョンシーって感じ。何が起こってるんだ。あ、いい感じ。次きますね。失礼します。くすったり大丈夫。大丈夫大丈夫。していくね。失礼します。お、ちょっと上足そう。うん、みーちゃん、なんか食べた？ご飯とか大丈夫？うん、お腹空いてない？大丈夫。何が起こってる？なんで？キョンシー、キョンシーだ、みーちゃんが。やばい、自分がどうなってるのか気になる？めっちゃ気になる。気になるけどまだ見せない。結構その今まではこのチーコ、これからねミラクルロマンスっていうあのセーラームーンのやつ使っていくんですけど、なんかその普通にこうやってねここら辺乗せるのもいいんだけど、うん、教師っぽくねちょっとアミちゃんは可愛く丸くね乗せたいなと思ったの。だからちょっとそれをやっちゃうね。結構しっかりと色になったわ。なんか変にやりすぎるとちょっとコメディーになっちゃうから、うん、ちょっとそれは避けたいなっていうところがあって、肉眼で見るとね、いい、やばい、ちょっといい感じ。ちょっとでももうちょっとブラシでぼかしていきますね。おー、どのブラシを。あ、これでね、怒ってるんだ。これどうですか、気持ちいいですか。え、気持ちいい。しかもなんかピンクと白も、ね、そうなんです。かわいい。なんか100均なんですね。100均100均のクオリティって今すごいよね。すごい万能だね。結構ね100均のコスメもいいよ、いいのよ。うん、ま、強いよ。なんかしかもね、なんかハローキティとかとのコラボもあるから、お得な感じかな。あ、かわいい、かわいくなった、あみちゃん。かわいいですね。何が、完成は早くみんなに言ってほしい。で、次アイライン描いていきましょう。あ、ちょっと人のアイライン描くのドキドキするな。ちょっとアイラインがこちらのラブライナー、リキッド、ダークブラウンです。わお。あ、ちょっとこうして、そう、いい感じ。ちょっと痛がっていてね。うん、よいしょ。アミちゃんはいつもアイラインが結構ブラウン系を使ってるイメージがあるので、しっかり黒いのですね。ちょっと開けてみて。あ、ちょっと開けて。開けて大丈夫、開けて大丈夫だよ。うん、ちょっと垂れ目っぽく下に下ろしていきます。めっちゃ濃いよ、アミちゃん。やばい、今までにないわこれ。右と左でさ、うん、違うわ今。アミちゃんがちょっと歯でいきますね。失礼します。あ、どうしよう、ちょっと立つわ。あ、アミちゃんこのままでいい。うん、こうちょっとプニプニ、ほっぺがかわいい。なんか張りがあるよ、程よく。ということでアイラインが引き終わりましたということで、どうなってるんだ、みちゃん。怖い。そしてですね、次マスカラをしていくんですけど、痛いかり方言ってました。ちょっとこう、ちょっとポジションを、アミちゃんの目を傷つけてはならない。大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。大丈夫。おう、うんうんうん、反対いきますね。お客様失礼いたします。まつげ大事ですからね、あげるのね。うん、あ、ごめんね、うん、
大丈夫かな。で、ほんほん、とりあえずまずはマスカラをあげたのでして、いきますね。マスカラ、マスカラです。こちら、マジョリカ、マジョリカラッシュエキスパンダーリキッド EX ってことで、これは結構長さがめっちゃ出るから、うん、すごいなんか、まつげみたいな感じになります。嬉しいですね。失礼いたします。ちょっと、あ、開けてよかった、申し訳ない。ということでですね、メイクと、そしてこちらのセッティングも完了いたしたところで、アミちゃんにこの姿を確認していただきたいと思います。やばい、ついに。それではこちらの鏡でいきますね。3、2、1、1。え、やばい。え、ってか、あざがすごい、あざあざしい、ガチなあざが。え、しかも目大きくなってる、見える。えー、多分アミちゃんね、目頭のここの方からアイシャドウ塗ったりすると、うん、すごいね、いい感じになると思います。これでも目の周りの感じとかもキョンシー感が、キョンシー感を、えー、やばい、アミちゃんキョンシー、これですね。えー、あ、かわいい、腕が細い、腕が細かった。えー、嬉しい。大丈夫でしょうか。こういうメイク自分であんまりしたことないからさ、はい、めっちゃ嬉しい。よかったです。ハロウィンっぽい。みちゃんどうですか。いやー、すごいですね。大丈夫、いい感じですか。めっちゃいい。はい、ではあみちゃんが嬉しいゲストに来てくださりました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあハロウィンはこんな感じで、はい、あみちゃんは過ごしていただけるそうです。そうです、いい感じですね。ありがとうございます。ということで、最後まで動画を見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。この動画が良ければ高評価よろしくお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。ポチリンコポチリンコ。最後に、じゃあアミちゃん一言どうぞ。はい、みんな高評価をしてくれないといたずらしちゃうぞ。かわいい、かわいい、かわいい、しまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。前髪